こんばんは。はい。お風呂上がりたてって、イエス。お風呂上がって3分。眠くて限界が来ております。というのもですね、本日お話し会があったんでございますが、おにしはお話し会2部全体のやつを考えるとね、2部3部5、6、7、8の6部制なんですけど、もしいつもその最初の2部2部と3部終わって4部が空きなんですけど、その4部の時にいつもそのお昼ご飯を食べて睡眠をとるんですけど、今日珍しく睡眠とんなくて、そうちょっともう前髪が終わって、そう珍しく撮んなかったんですよ。これは本当にめちゃめちゃ大西にとっては珍しいことなんですね。で、まあそのままやったんですよ。で、お家帰ってきてご飯食べて。その後めっちゃぐーたらしちゃうんですよ、西。もう眠すぎて、あーちょっとだけ寝てからやろうと思って、いつもちょっと寝てからやったりするから配信がいつも12時ギリギリになっちゃうんですよ。でも今日は晩ご飯終わった後も寝なかったんです。だからもう今限界来てるぐらい眠くて、そう今ピーまだもううっつらうっつらまではいかないんですけど、本当にあともう髪乾かして歯磨いたらもうそう寝れる。やばい、目つぶったらいっちゃうマジで目開けとかなきゃマジ。そう眠くなかったの？いやもうなんだろう、今日のそのお話し会の休憩中はちょっとメンバーと喋ってて、そうでもいつもねその4部の間に寝ちゃうとよりかはなんか今日ちょっと調子よくてあれ合間寝ちゃダメだなと思ってっていうのもあったけど、明日は寝るかもしれないし寝ないかもしれない。今日は一つの経験として寝なかった。それでそう今日は眠いからもうぐったらしないぞと思って、お風呂入ったら先にお風呂じゃない、ご飯食べたら先に絶対お風呂入ろうと思って、いつもそこで配信しようって思うからちょっと眠いなってなってちょっとぐったらしちゃうの。だからもう今日はもうお風呂を先に入ると、だから今日はちょっと行動が早かった。うん。そう、偉いでしょう。自分でもそう思う。もういい子すぎてサンタさんの120人来ちゃうよ、大西んちに。みんなプレゼント私にどうしちゃおうかしら。120個も何頼むかな。ね、何頼む。怪獣のサンタさん来ちゃうよ、長老サンタの長老まで来ちゃうよ、グリーンランドから。そうそうだよ、120個か。なんで120人って、120人いるんだってサンタさんって、サンタなんちゃら協会の世界の公式のサンタさん120人いるんだって。うん、眠
下用意したって。してないのよそれが。大西のあの使った靴下でいいならいいんだけどさ、それじゃちょっと物入らないってわけで。そうなのよ、120足用意しなくちゃって。ワンチャンいけるワンチャン120あるかもしれない。プレゼントでたくさんいただくからワンチャンあるけど。もうさ、今日というさ、クリスマスイブっていう聖なる夜にさ限ってさ、久しぶりに親指のねささくれができて、もう本当に萎えてるの。痛い痛い。今日はちょっと散々な日でした。あの帰り道とかささくれもできるし、帰り道言わんけど、何とは言わんけどいろいろあったんだ今日はほんとに。カップル多くなかったって多かった。もうあの二人の世界に入り込んでらっしゃって、電車の中で。じゃあさらっと言うよ。あの電車でね、結構あのまあ別にそこまで混んでなかったけど、椅子座ってる方々はちょっとまあ埋め尽くされてたのね。で一席だけ空いてて、でなんかでもその一席がさ結構狭かったの。ああそういえば充電してなかったえじゃあそういえば充電してなかったです。これはもう言うなっちゅうことや。もうこのタイミングで 20% になって切れるっていうことは、この話はもうすんなってやつはやめとこうやめとこう。あのカップルだってきっと幸せだったんだそうだ、うん、やめとこまあっていうことがあったんだよ。いやまあ寝るわ。クリスマスっぽいことしてないんで。そうなのよ、本当にしてないのよね。今日お話し会でサンタさん来たぐらいかな。あのケーキとか本当買ってこようと思ったんだけど、天ぷらとお豆腐と納豆をスーパーで買ってきたんぐらいあの冷蔵庫に入ってたお肉とかあったから、それ使って普通に作ろうかなと思っててんけど、案外時間遅くて、あちょっとお腹空いたしもうええわと思ってスーパー寄ってさ、うんでそのスーパーでもさなんかまあクリスマスイブやしさ、まあなんかまあこう自炊今日はちょっとやめとこうって思ったから、ほんならまあちょっとクリスマスっぽいさ、なんかまあっぽいか分からんけど、まあお寿司とかさなんかそういうの買って帰っちゃおうかなと思ってさ、まああのお豆腐と納豆は買いたくて、お豆腐と納豆とお寿司買おうかなと思っててんけどさ、もうお寿司も一切ないの。もうお寿司なんかのもうあの欄はもう何もなくて、であのなんかきっとクリスマスらしい
あのお惣菜が置いてあるであろうブースもすっからかんやったの。あのもう時間的にね夜遅かったから、どうしようと思って、でもちょっと今の時間から自炊するのちょっときついなと思って見てたらね、あの天ぷらのね詰め合わせがね、あの 40% 引きって書いててねあ、これええわと思ってあ、今日も天丼にしようと思って、ご飯はあるから天丼にしようと、天丼にしました。だいぶお得でした。そう、あ、あれあれあれぐらい飲んどく、子どもの飲み物。そうだ、おにじんちには今クリスマスっぽいもの、それしかないそれだね。ちょっとあの子どもの飲み物、あのちょっとっぽくあの グラスかなんかに入れてくるから、ちょっとみんなもなんか一緒に乾杯しようよみんなお願い、おにじと乾杯してお願い、みんなちょっとこんなさボッサボッサでさ、ちょっと一瞬前髪だけ乾かしてきていい？ちょっとボサボサすぎて恥ずかしいわ、もうやんなっちゃう。ガシャガシャ、2匹の食器の中はちょっと混雑しているんでごわす。えはい、前髪は乾いたよ、ちょっと待って、よし、まあさっきよりマシか。はい、ということでこちら、あのお酒じゃないです、子供の飲み物って書いとこか。でいいか、これは子供の飲み物です子供の飲み物です、大事でしょう。ということで可愛いグラス持ってきたんだけどさ、今思ったけどさ、これグレープだからなんかこのひよこなんか血だらけみたいに見えんから大丈夫かな、まあいいか。はい、ということで、めっちゃブドウの匂いする。あ、でもスパークリングの赤って書いてるから別にビールとかではないのか。あ、そういうこと。きます。あ、あ、全然お酒っぽくないじゃん、よかったよかった、スパークリングワインみたいなね。あ、ちょっとなんかおどろおどろしいあの絵面になってる、もしかして。あいよ、ちょっとこれも布団の上で、あんた今大人がいたら怒られんで、私が子供だったら怒られてる。よいしょ、なんかちょっと大
体調悪そうだけど。では皆様、お飲み物ございますでしょうか。ということで、では12月24日聖なる夜に KP、 いただきます。うわー、うまっ。炭酸おいしい。なんかなんかおいしい。なんか思ってたより全然甘くない。なんかファンタグレープとかの方が甘い気する。勝手にそんなに甘くないわ。美味しい。シャンメリー飲んでるんて。うん、子供の飲み物。子供の飲み物です。美味しい。ええな。ありがとう。これで栗ぼっちじゃないわ、おにしも。これで私も栗ぼっちじゃない。ありがとう。ね、このあとサンタさん来るから早く寝なきゃ。ほんと明日も朝早いしね。何もらうのって。サウナ。サウナもらいます。あの脱衣所に。サウナです。はい、もし入らなければあの洗濯機捨てます。洗濯機を捨てて洗濯機置き場にサウナを設置します。もうこれで私は一生洗濯ができません。もうそれは仕方がない。もううん、まあコインランドリーもあるもんね。そう、コインランドリーあるから大丈夫。よし、なんかほんまにほんまに美味しい。これたくさん。果汁は何パーって何パーやろ。15% ぶどう果汁入り飲料。え、グラスに注ぐとふわふわ泡立つ赤ぶどう味。え、ふわふわ泡立ってなかった。え、ふわふわ泡立ってなかった。
あ、入れ方の問題。あ、なんかあるよね、なんかビールとかでもなんか注ぎ方みたいな。ビール飲まんから知らん知らん。大西が普段飲むお酒は泡が立ちません、すべて残念。泡立つのってビールぐらい、お酒って。ね、ビール飲まないからわかんない。炭酸系って最近はもうもっぱらあのレモンチューハイ、レモンサワーか、レモンサワーをもっぱら、あのそれまではねずっとハイボールが好きだったんですよ。本当にハイボール一筋ぐらいでやってきた人間なんですけど、あの氷結のレモンサワーの無糖に出会ってから本当にそれしかほとんど飲まなくなっちゃって、そう本当に本当にそれしか飲まなくなっちゃって、お酒飲むってなっても、うん、あれ度数 7% とかやったっけ、多分ね 4% と 7% と 9% があんねんけど、もしは 7% が好き、うん、です。 9% しか勝たん、 9% 飲んでるって。ワイソレの 9% って、え、なんかパリピ多くない、ストロング飲んでるんだけど、パリピだらけじゃんよ。なんか大西、あ、9%が手っ取り早いというかって、あ、なるほどね、コスパいいのがいいんだね。うん、手っ取り早い感じね。ああ最近 9% ダメになってきたってね、一生なんかさ、大西もね、そのまあ二十歳になってさ、お酒を飲んでさ、こうなんだろう、その最初はお酒の味っていうよりさ、なんか酔うのが楽しいみたいな、そうだから大西もめっちゃ飲んでたのよ。二十歳成り立ては多分そんなさほど飲んでないねんけど、21とか21の前ぐらいかなとか22とか、その辺は本当にお酒めっちゃ飲んでて、そうだからお西もその時はもう 9% からしか勝たんみたいなあったんですよ、お酒飲むってなったら。そう、理由もそれだったんですよ、手っ取り早いからみたいな、 9% の方が早く飲めるか、いや酔えるからみたいな感じだったんですけど、もう本当にねえ、あのその酔うっていう行為に対してなんかこう、もうええかなみたいな、なんかもうええかなみたいななって、そうそうなのよね。だからお酒は飲むけど、だから今は普通にそのレモンサワーが好きでただ飲んでるみたいな。
だからもし 9% 飲んだらもうねすぐ記憶どっか行くようになった。もうだからもし 9% 飲めない、本当にもう本当に弱くなった。お酒飲む頻度も減ったし、 度数っていうかあのねパーセンテージも減ったし、うん、記憶なくすのって思うし、すぐ「え昨日何してた？」ってメンバーから聞いて思い出すみたいな。そんな会話してたんやみたいな。そう、記憶なくすってどんな感じですか？え、もうただ覚えてないみたいな。なんか喋っ、なんかなんちゃらの話してたのは覚えてるけど、そう、どうやって寝たかとか覚えてない。うん、そう、朝になってあれその間に寝てたんや、そこだけ記憶がすっぽりなくなってるから寂しいよ。でも、うん、みんな昨日楽しかったみたいな言ってたもん。自分だけ記憶ないからはぁみたいな、うん、家に戻れない時はあったの。大西外でそんな酔わないから、飲んだとしてもそう家の中でしかそんなね、あの記憶なくなるぐらいになんないので。大西お外じゃねそこまで酔わないんです。てかなんかうんそうね、ひろゆきさんと飲んだ時覚えてるって、あの時はねあの現場にいた時は覚えてる、でタクシーで帰った時も覚えてる、ただその部屋に着いてからは覚えてない家に帰った途端ほぼないよ記憶。いや多分家の中だと安心するんですよね多分。なんかそれで多分気が緩んでハーってなっちゃうんだろうね記憶。外だとそんなんなんないんだけど、うん、そうね、まあでも本当に本当に飲むこと少なくなったからって感じでです。でもなんかね、だからさっきもコメントとかでさ21の時はそういう飲み方してたとかさね、マホピョンとどっちがお酒強いって、え全然マホピョンだと思う今分かんない。21の大西なら戦えてたかも21、22なら大西も対抗できてたかもしれんけど、もう無理だもうあのね無理できないあの体になったもう無理したらあの尾を引く体になってしまいましたので、そうなんです、のんびり飲むのが一番いい、うん、AKB で一番お酒強いのは誰だと思って、もう美味しい言うてそこまでね、8のメンバー以外とさほど飲んだことない。ユーナーさんとかはあるけど仲いい先輩、あとそれこそ佐保さんはこの間ご飯一緒に行ったりとかした時あったけど、あと全然飲んだことないからわかんない、うん、で8でみんなで飲んだのももうだいぶ前のコロナ
が流行る前の話やから、もう全然みんなが今どういうあれをどういう感じなのかも分かんない。あともう今ねチームメイト20歳のね、20歳以上のメンバーとか増えたけど、全然そっからもね飲みに行ってないから、ね、みんながどれぐらい飲めるのかとか全然分かんないんですよ。うん、7センチ出演待ってるって、あれ奈々ちゃんの YouTube はマジで呼んでほしい、うん、コロナ禍やからって、まあそうね、それきっかけでまず外食が減ったよね。なんかうん、単純にね、うん、ね、でちょっと収まってきたから、おいご飯いけるんちゃうと思ったらまたコロナね増えてきたりとかするからね。泊まりのロケの時とか飲まないのって、おどうかなそれはどうかなあどうかな、それはどうかな分かんないな、記憶にないな記憶にないな。鳥取楽しかったって、いや鳥取ね一本しか買えなかった鳥取ね一本しか買えなかったからさ、ちょ少なかったあの自分たちであのコンビニ行けなかったから、父さんにちょっと買ってきていただくっていうのもちょっと申し訳ない、一歩だけ一歩だけって言ってレモンサワーの無糖買ってきてもらったそんなこともあったかしらね、いつの日か鳥取の日、うん、大西と飲むと面白そうやってね、前あったんだよそういうイベント、前ね、それこそ去年の12月とかはね、大西は一杯しか飲めなかったんですけど、日本酒のイベントでファンの皆さんが飲み比べとかしてて、そこでイベントやったりとか、あと配信でね、あの日本酒ファンの方と大西が飲むみたいな、アリゲーターの事務所の方のイベントなんですけど、そういうのあったりしたので、またねそういうのがあればよかったら来てください。こういう配信じゃね、やっぱちょっといろいろね危なっかしいので、そう AKB はそう飲めないからね、お酒は。またいつか会ったらぜひそういうイベント参加してみてください。うん、美味しい。あ、確かにまほろばのイベントの時も飲んだね日本酒。これめっちゃ美味しいわ、このぶどうジュースえちょっとハマった、美味しい。全部入れちゃったでね、何度も言います、子供の飲み物です。
泡立ちましたって、ああ、見て泡立ってる、想像とは違う想像とは違う泡立ち中身入れ替えてない、大西がそこまでして飲みたいと思う中身入れて変えてまでは飲まないよ。それなら配信終わらせて一人で飲むよそこまで飲みたいなら大西はもう、あ、今日はじゃあこの辺で終わりにしますって言って一人で飲んでるよ、うん、こんなわざ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 皆様の前でそんな飲まないよ早めに終わるときそうなんて、いやそんなこともないねんけどな、酒飲みたくて早く終わることそんなないけど、うん、目が覚めてきた、確かにさっきより全然覚めてるわ。まあでも歯磨いて髪の毛乾かして部屋暗くしたら全然寝れる。年内もう休みないのって、どうなんだろうね、わかんない、本当にわかんないのよ、あの前日まで、そうどうなんだろうね、うん、どうなのかしら。あら大西さん、さよなら森さん見て好きになったよって、嬉しい、本当？最近ね、さよならモーリーさん呼んでいただけること増えて嬉しいわ、そうやって言ってくださるの、可愛い笑顔で、そう可愛い笑顔、スタッフさんが選んでくださった3位でございました。3位といっても2位が4人いたから実質6位、1位の方が1人でしょ、2位に4人、1、2、3、4、そう、あの実質6位なんですけど、一応あの3位ということで実質6位なんですけど、3位ということで選んでいただけて、いやありがたいです、本当にありがたいです。スタッフさんの母数も知りたいね、あれ大西たちもめっちゃ細かくアンケートあったのよ、でもメンバーのあれは何もなかったね、スタッフさんだけのあれになってた、そう大西たちも投票してたのよアンケートで、イニシャルでも誰かわかるって、大西のやつはね、マネジメント部 S さんって書いてたから、なんとなくあのゆきりんさんにいつもあのついてらっしゃる S さんでも、他にも S さんいっぱいいるからわかんないんだけど、パッとなんか思いついたのは あの S さんかなとはなったけど、でも他にも S さんいっぱいいるんですよ、だからわかんないけど、そう他にも S さんいっぱいいるのよ、マネジメント部の S さんそうだから分かんないけど、多分違う方かもしれないけど、そう作業の苗字ありがちだもんね、でそう多いよね、作業さしすせそうってね、佐藤さん、清水さん、これ別にいる名前じゃないで、なんとなく今作業で言ってるだけだけど、佐藤さん、清水さん、鈴木さん、瀬戸
瀬戸さん、そう、粗品さん、ほらいっぱいいるじゃない。そう、そうでしょ。生徒層ちょっと難しかったな今。それ名字じゃないって、あれ。せいやも出したら確かに。じゃあ名字、まあ粗品さんも名字じゃないけど、まあ確かにせいやさん粗品さんできたな。くそ。くそ。惜しかった。あ、関口さんね、確かに。染谷さん、確かに確かに。曽田さん、あ、曽根さんとかもさ、な、確かにそう言われてみたらいるね。園田さんって読むのかな。菅原さん、白石、白川、作業め、そう考えたら世の中の S さんっていっぱいあるよね。あ、篠崎さん、確かに、確かにね、いっぱいいるよね。なんかそういうのちょっと羨ましかったりする。 S さんとか T さんとか。大西ってもう O やん。 O しかないやん。なんかわかる？ A とかさ、 E とかさ、この母音のやつやったらもうそれやん。なんかそう、だからなんかそういうイニシャルで、なんかそういう母音じゃないやつなんかいいなと思う。選抜は「お」で始まる人多いのよって。今の選抜そうだよね。そう、前イニシャル順で並んだら「お」めっちゃいた。エイトも小栗、岡部、小田、大西みたいな。そう、めっちゃ多い。ももちゃんが大体先頭って。そう、おぼでさ先頭って。なんか私この話ファンの方ともしたわ。イニシャルでさ、イニシャルっていうかその頭文字でさ、小学校の頃とかさ出席番号決まってたのよ。で大西王やけど大体一番最初になるのね。それで王やのにみたいな話してて、そう、王やのに大西一番最初やねんって言ってたけど、今の選抜も大体そうやな。大西ちゃん最初になること。ナーミンがいたらね、アーサイナナミさんがいるから、そうあれなんだけど、ナミンがいなかったら王から始まるんですよね。やばい、もう終わんなきゃだね。ありがとう、こんな聖なる夜にこんなボサボサ女の配信ボサボサ女の配信にいてくれてありがとう。優しいね。すみませんな、こんなもっといちごケーキとかね食べる可愛らしい配信したかったんだけど、ごめん、別にしたいと、うん、したいっていう、うん、願望はあったけど、行動に移そうとは全く思ってなかったんだけど。いやでもありがとう、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、ということで、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位たくさんありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がチンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が、脅威、お話し会ありがとう、あ、お話し会ありがサンダーさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がコタン大西メリクリーさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。
そして8位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がサトチアットマーク鬼志軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が、マカロニ48さん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。ああとタワーがあるね、ありがとう。3つある、もしかして、え、ありがとう、優しい。待って待って待って、あ待って、2位のあれ何、 4個ある、え嘘、2位のハギハギさん、4位キョウイさん、5位ケイジさん、6位コタンさん、あっくださった、ありがとう。じゃあちょっと、あ4つある、もし見えない、待って時間やばいな、ちょっと、あちょっと待って待って、よあよよ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 よありがとうわー、ありがとうわー、ありがとうございます、イエイ。そして、4位のキョイさん、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 タワーありがとうございます、ありがとうわー、イエイ、ありがとうございます。そして、5位のケイジさん、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 タワーありがとうございます、ありがとうわー、イエイ、ありがとうございます。そしてラスト6位のコタンさん、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 タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、本当に皆様もたくさんありがとうございました。やば、あと30秒、じゃあ今日この辺で終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です、皆さんの好きな色は何ですか。んでもでもやっぱりそこはせーの桃色、はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では明日起きたらお家にサウナがありますように、じゃあねバイバイ、おやすみなさい、いい夢見てねバイバイありがとうございました、バイバイ。